それでは表題の文献を丸山が紹介します。文献の情報はまあこちらになってます。はい、で概要です。まあ、この文献、対話システムの話なんですけど、まあ、そのいい対話システムを、まあ作るにあたって、まあ、バランスっていうのはすごく重要ですと述べていて、まあ、そのバランスってどういうものかっていうと、まあ、例えばもう相づちみたいな簡単な応答をするのか、もうちょっと踏み込んだ、返答をしてあげるのかとか、まあ、同じ話題をそのままこう続行するのか、まあ、話題ちょっと変えてあげるのかとか、まあ、質問投げかけるのかとか、まあ、それに答えるのかとか、まあ、このバランスっていうのがすごく重要ですと述べていて、で、まあ、ただそれらのこう要素とその人で評価の、まあ、その関係っていうのはあんまり調査されてないので、ここではそのこの辺をうまくコントロールできるようなモデルっていうのを作ってあげて、それでまあ人で評価をして関係性を調べてあげましょうっていうような内容です。で、具体的にどういったことをやってるのかっていうと、まあ、左側の 4つの項目で、まあ、その出力分岐のコントロールしてあげて、でこの、この青と紫で書いてある、まあ、この8つの項目に関して人手で評価をしてあげるっていうような感じです。で使ってるデータセットはこのペルソナチャットっていうのを使っていて、まあ、6から8ターンくらいの、雑談のデータで、まあ、それぞれに対してまあこうペルソナっていうのが与えられて、でそれこれに応じてまあ、雑談を行うみたいな感じです。でデータセットはまあこのくらいです。で使ってるモデルは、LSTM ベースの、シーケンス2シーケンスのアテンション付きのシーケンス2シーケンスを使ってて、で、まあ、入力はその過去の、まあ、6から8ターンくらいしかないんで、その過去の全対話っていうのを話者がを表すトークンをくっつけて全部連結して、で、その次の応答文っていうのを出力させるみたいな、まあ、タスクです。はい、でここからはまあ出力のまあ制御の話なんですけど、まあ、やり方2つあって、1つはまあこうなんか制御変数みたいなのを Z っていうのをつけてあげて、まあ、それを一緒に入力して制御するみたいな話です。でここではデコーダーのステップにこう毎回こう入れそのなんかラベルみたいなのを一緒に突っ込んであげるっていう感じのことをやってます。でもう一つはその重み付けでデコーディングしてあげるっていうことで、まあ、この重み付けしてる部分はこの FI のなんちゃらってところなんですけど、ここでまあ出力する単語をまあなんかある程度決めた、こちらで最初に設定した何かによってまあ特徴量をつけてあげて、それでこう出力分布に対してこう重み付けを行うみたいな、この2つのまあ戦略があります。はい、で冒頭でもこう述べたんですけど、この4つの項目をまあコントロールしてます。で具体的にはまあどういったことをやってるのかっていうのをまあ順番に説明していきます。で最初はまあ繰り返し、まあ、繰り返しをまあ抑制してあげるっていうアイディアですね。で、まあその繰り返しのパターンなんか3種類くらいあるんですけど、まあ、これ以降でまあ登場してくるのはまあこの辺がメインで、その自分自身でこう過去に言ったことをまたこう何回も繰り返さないように、その過去に言った N グラムに対してこう出てこないようにしてあげるみたいな、そういう重み付けを行う、デコーディングをするっていうのがこのレピティションっていう部分です。で、で次は、まあ、その具体性みたいな部分で、まあ、できるだけこう、まあ、レアな単語に対してこう よく出てくるようにしてあげようみたいな、ことをやってあげてます。まあ、その重み付けデコーディングするときはまあこれで重み付けしてあげて、で、コンディショナルトレーニングのときは、まあ、なんかこうこの NIDF ってやつをまあ10段階に分割して、でまあ、その対応するラベルを入れてあげるみたいな感じで、まあ、それぞれのまあ出力、左側下の表の左側が、そのウェイテッドデコーディングしてる時で、まあ、こっちがそのコンディショナルトレーニングしてる時の結果なんですけど、まあ、こう下に行くにつれて、まあ、そのレアなやつをできるだけ出そうとしている傾向がをまあ強くしていて、まあ、実際に出力分もそれに対応して、まあ、なんかこう特徴的な何か発なんか応答してるのがまあ分かると思います。で、まあ、どちらかといえばそのウェイテッドデコーディングしてる時の方がまあよくできてるんで、まあ、今回の実験ではそちらの方を使うっていうような形です。であとはまあその相手が言ったことに対してちゃんと関係
のあるなんか対応答してあげましょうみたいな部分で、まあ、このベクトルなんかを比較するなんかのコサインシミュラリティ取ったりするんですけど、ちょっと今回はまあこれあんまりいい性能改善しなかったんでっていうので、まあ、これ以降の、この資料のこれ以降にもちょっと出てこないんでちょっと割愛するんですけど、まあ、こういう手法です。であとは、まあ、その質問を投げかける量っていうのをコントロールするっていう部分で、まあ、やってるのはその対話の全体を通して、まあ、どのくらい質問が出てくるかみたいなのをカウントしてあげて、まあ、その割合っていうのをこう10段階に分割して、まあ、このくらいの割合くらいで質問してくださいみたいなのをずっと入れ続けるっていう感じです。で、まあ、実際にまあそういうラベル入れるだけなんですけど、まあここでやってるのはこの青い実践のとこですかね、まあ、こう右側に行くにつれて、まあ、その質問の割合っていうのを増やして くださいみたいな指示が与えられるんですけど、それに応じてまあちゃんとこう質問の量が増えているっていうのが分かってて、まあ、こういったやり方でちゃんとこう質問の量っていうのをコントロールできるみたいなのが、まあ、このグラフから分かります。はい。で、今回、なんか28くらいなんですかね、のモデル一斉に実験してるんですけど、まあ、詳しい結果の表は、まあ、論文の方を見ていただければいいかなと思うんですけど、まあ、これ以降の結果で関係してくるのは、まあ、この色がついてる部分です。まあ、ベースラインのグリーディーサーチとビームサーチ、あとはそのレペティションコントロールっていう部分が、まあ、このベースになってて、でそれに新たに、その他の項目っていうのを足してあげるみたいな感じですね。なんで、まあ、これがベースになって、それに加えてさらに他のコントロールを入れてあげるみたいな形の、まあ、比較になります。これ以降で、評価の項目は、まあ、その最初に述べたようにこう8項目あって、まあ、それぞれで、まあまあその話してて楽しいですかとか、まあ、ちゃんと こちらの言ってること、まあ、自分に対して興味を持ってくれているかとか、ちゃんと聞いてくれているかみたいなところと、まあ、あとはその、まあ、繰り返しとか、まあ、流暢性とか、ちゃんと意味のあること言ってるかとか、まあ、人に近いですかみたいな、まあ、この8項目で、まあ、その下にまあこうなんか細かくこう分類されてるんですけど、それの人手で評価しているっていう感じです。はい。で結果の表が、まあ、こちらになってます。で、まあ、上の段が、エンゲージングネス、まあ、楽しいかどうかみたいなの でそれ以外の7項目が、まあ、ここの下にあります。で、まあ、ここの表は、まあ、それぞれは、まあ、ちょっとコントロールした手法をコントロールするなんか、まあ、特徴を変えた時に、まあ、どういった傾向になっているのかっていうのが、この上の段の真ん中と右側の、グラフになってます。で、まあ、まずこの前2から分かることは、まあ、とりあえずこのレペティションコントロールっていうのをしてあげると、それぞれのこうシステムはここの最後の段のところに書いてあるんですけど、まあ、グリーディーサーチとビームサーチっていうのが、それぞれ緑と青で表されています。で紫がそのレペティションコントロールのベースラインで、まあ、その繰り返しの抑制っていうのをちゃんと加えてあげると、まあ、このそれいろんな項目で、まあまあ、結構大幅にこう改善しているということから、まあ、そのこういう、その自分の応答を繰り返さないという、まあ、そういう抑制だけでも結構こう人に近づいたような、結果が得られていて、まあ、こう対話をいい対話システムを作るためにはそういう部分結構重要であるっていうのが、まあ、分かります。でまたこれに対して、まあ、さらにこう他のコントロールするなんか重み付けとかをしてあげるんですけど、まあ、例えばこのスペシファイシティのコントロールとか加えると、まあそのまあこの辺の3つの項目に対しては上がるんですけど、まあ、そのメイキングセンスとかフルエンシーの部分では、まあ、そのレペティションコントロールの結果よりも下がってしまっていて、まあ、そのこの辺のまあトレードオフの関係が、まあ、あるっていうことが分かります。で、まあ、やっぱりあとこうレアな単語をより出そうとするみたいなコントロールをしてるんで、まあ、増やしすぎるとちょっとこう多分あんまりこう通じなくなってしまって、まあ、すごく下がるみたいなのが、まあ、この真ん中の、グラフから分かることです。
であとは質問の量をコントロールしてあげるっていうのが、まあ、ここのこの右側のグラフになってるんですけど、まあ、やっぱりこう、まあ、適切な質問の量っていうのは存在してて、まあ、こうたくさんこう、まあ、質問されすぎてもちょっと、まあ、良くないっていう感じで、まあ、ただまあ、 ある程度の、まあ、適切なやつっていうのを選んであげれば、まあ、レペティションコントロールに加えて、まあ、さらにそれを改善できるみたいな結果が得られています。でまとめです。で今回は、その出力制御っていうのを行うシステムを使って、まあ、それぞれのなんか要素に合わせてコントロールして、まあ、人で評価との関係っていうのを調べました。で、まあ、結果から、まあまあ、このなんか3つの項目とかで、まあ、なんかその人で評価の中にもこうトレードオフみたいな関係があるっていうことが分かっていて、で他にはなんかこのエンゲージングネスとヒューマネスっていうのはなんか割とこういつも結構こう同じものとしてこう評価されてる時が多いんですけど、まあ、今回の結果から、まあ、なんかこのエンゲージングネスでまあ人ヒューマンと高い、まあ、に近しい結果が出てても、まあ、このヒューマネスのところだとまあ結構差があっていて、まあ、これ全くまあ別なもので、まあ、そのヒューマネスっていうのをちゃんと評価するときには、まあ、それ以外の部分っていうのもちゃんと見てあげる必要がありますっていうのが今回の結論です。はい、以上です。